いつもと変わらない朝だった。ありふれた私の人生のごくありふれた朝。そいつ取れたのかな。こな。私は日の出とともに誰よりも早く起きた。早朝の景色が何よりも好きだから。朝日が差し込んできて夜の冷気を素早く追い払うの。あら、おはよう。おいで。するとそよ風が朝露に濡れる草の匂いと春の香りを運んできてくれる。いい子にしてた。あなたも早起きね。私はみんなが起きる前にいくつか雑用を片付けておこうと思ったわ。そう、他に特別な意味のないいつも通りの朝だった。父の使いで釘をもらいに来たんですが、火事場は誰もいなくて。あら、ごめんなさい。マーティンはラジク教に会いにお城へ行ってるのよ。あの方の剣を作ることになってるから。そうなんですか。父が注文した釘はできてますか。ごめんなさいね、剣のことで忙しくて作る時間がなかったみたいなの。でも明日来てくれれば用意できるはずよ。今晩彼には言っておくから。わかりました。また明日寄りますね。そうしてくれる。あ、それから女の子たちがあなたを探してたわよ。女の子たち？ビアンカとヨハンカよ。家に戻る前に二人に会いに行ってあげて。きっとまた何か企んでるのね。手加減しなくていいわよ。その調子。ヘンリー、もう。今のは騎士道精神に反するんじゃない？いいわ、私の名誉をかけて戦うとしましょう。くらえ、この月。大丈夫？大したことない、平気だよ。ごめんなさい、わざとじゃないの。怒ってる？まさか。もちろん怒ってないよ、悪いのは俺だし。まあこれで私みたいに経験で低粛な娘のお尻を叩くべきじゃないって分かったでしょ。ちょっと見てあげる。いいよ、大丈夫だ。少し破片が刺さっただけのかすり傷だよ。それにこんなつもりじゃ。わかるだろ。手を見せて。ああ、いいって、平気だから。昔からよく言うでしょ、剣に生きるものはトゲで死ぬだろ。これでよし。そうそう、ビールの代金はビアンカに払ってね。
事な剣だ。ほんと見事ね。ミナの元に父が釘をもらってこいって。ごきげんよう、テレーザ。できてるよ。取ってきてくれ、ヘンリー。今のトランクに入ってるから。頼んでた釘はできた、ヘンリー。お待ちどうさま。ありがとう。ビアンカは元気？ああ、元気だよ。どうして？気になっただけ。今夜のダンスには出かけるの？ビシェクとドイッチの二人と揉めたんですって。少しね。ごめん、奴ら手に負えなくて。別にいいのよ。ビシェクには罰が当たったのよ。彼には我慢ならない。仕事仲間だから親しいのかと。全然。あいつはただの豚野郎。これ以上邪魔しちゃ悪いから私行くわね。あの剣とっても綺麗だわ。あ、もう、チェルベナセヤブリチコザラツェナムザララロムイメレイニツネビディナニエジェセスマロスタラティボセヤブリチコトラビツェヘソケムイメレイホネナイデウテフォミピエネロズビアロセヤブリチコデスラニエホジェキムイメレイホネヒディウプラベナビエキくさま、何を。父さん、てめえ、何しやがった。この豚野郎、この…おい、何が起きた？ビシェク、奴らそこら中でみんなを殺してる。なんだって？ビシェク、逃げなきゃ。離して いやよ、いや、やめて。Eso tiene pero ya lo que eres peco de un corazón. Comprende, Sen. Ya me lo conozco, ya lo. O sea, ya me te. Chavo, ni te. O sea, esto. Y eres este. Ya. 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 Ben. Nisky! あ。
テレーザ、はい、ああまだ息があるじゃねえか、この腐っとるよ。ガイナード死んどけって言っただろうが。テレーザ、よかった、無事だったか。親父さんとスティボールはどうした？ああマジか。サミュエルを見なかった？まあ、中にいる。でも待て、テレーザ、奴らにひどくやられてて。俺らが連れてってやる。とりあえずここは安全じゃねえ。なら私は残るわ。タルムバークに着いたらすぐに助けを送ってちょうだい。本気か、テレザ。お前は俺たちと一緒に来なきゃダメだ。マッシュ、サミエルを置いていくなんてできない。私にはもうあの子しかいないの。傷の手当てをして朝を待つわ。あなたは人々にここで起こったことを話して。タルムバークのディビシ教はラジク教と信仰のある方よ。必ず助けになってくださる。どうやらお前の意志は変えられないみたいだな。鉱山なら松明がいくつかあるし、サミエルの傷口を洗うための水も見つかるはずだ。包帯も交換してやるんだぞ。ありがとう、マシュ。サミエル、サミエル、サミエル起きて、サミエル、サミエル起きて、起きてよ。ダメよサミエル、そんなのダメ。今すぐ目を覚まして。私を一人にしないで。サミー、お願いよ。そんな、嫌よ、嫌。
た、ダメ、戻って。私が相手になってあげる。ちょっと悪党ども、今日もいい天気ね。そうね、ちょっと暑いくらい。あなた、仕事ははかどってる？順調だ。日暮れまでには仕上げないと。ところでヘンリーを見なかったか。頼みたいことがあるんだが。出かける前に見たけどまだ寝てた。こんな時間なのにか。ごくつぶしのお坊ちゃんめ。そうね、どうやら昨夜も一晩中飲み歩いてたようよ。ぐでんぐでんに酔っ払ってた。うん、
ならあの怠け者を叩き起こせ。耳をひっぱたきゃ起きるだろう。ヘンリー、もう起きなさい。頼みたいことがあるんだって。母さん。起きないなら力づくで起こすぞ、このぐうたらもの。聞こえたでしょ、父さんを怒らせないで。さあほら急いで、朝食もできてるわよ。ちょっと何これ、またやったの？もうヘンリー、暴力はいけないって何度言えばわかるの？別に大したことない、ただのかすり傷だ。またあそこに剣術をしに行ってたんでしょ。どうなの、せいぜいお父さんに気づかれないように祈ることね。暴力をどんなに嫌がるか分かってるでしょ。違うよ、そんなんじゃないから。自分で引っかいただけだし。ふーん、それなら大怪我しても母さんに泣きつかないでちょうだいね。もう起きるのよ、まったくもう。何をしてる？はい、これが釘だ。ありがとう。ビアンカは元気？ああ、元気だよ。どうして？気になっただけ。今夜のダンスには出かけるの？二人で行くよ。多分向こうで会うわね。とにかくこれ以上邪魔しちゃ悪いから、私行くわね。あの剣とっても綺麗だわ。剣が仕上がったぞ。名高い剣作りの名手なら当然のことだろう。それは昔の話です、うん、だが腕は衰えておらん。試してみるか。庶民には無用の長物では。良いではないか。鍛錬が必要だな。父上に手ほどきを超え、剣の腕がある。仕事を覚える方が人生に役立ちます、ラジク教。そうかもな。だがこの先何が待ち受けているかわからん。この剣はほぼ完成だな。磨き上げたらヘンリーに届けさせます。そうしてくれ。実に見事な出来栄えだ。このような剣は持つ者を気高くする。どうかね、イストバン教。その通りですな、ラジク教。このような剣があればニコポリスの戦いにも勝てたかもしれない。だがなぜこれほど腕の立つ職人がこのような田舎で働いているのかな。彼ならプラハかウィーンにいればたやすく富を築けますぞ。確かにな。だがそれには複雑で数奇なわけがあって。ぜひ酒を片手に話を伺いたいものだが、任務があるので失礼しなくては。いい剣だ、父上から学べ。間違いなく剣作りの名手だ。またお目にかかりましょう。ええ、必ず。剣が仕上がったらすぐに届けさせてくれ。良い働きであった。ありがとうございます。お会いできて光栄でした。笹馬でどうぞお気をつけて。こちらこそ、ラジク教、もてなしに感謝します。はいや。伝令だ。急いでたな。何事だ。
ヘンリー、いいか、よく聞くんだ。その件を頼んだ。それからトランクの貴重品を持って今すぐ城へ逃げろ。急げ。父さんは、村へ行った母さんを連れ戻してから城へ向かう。俺も行く。いかん。今すぐ言う通りにするんだ。ラジク教に剣を渡せ。困った時は彼を頼れば助けてくれるはずだ。
誰か水を持ってこい。温かいワインと包帯もだ。父さんなんで死んだんだ。ひどいよ、一人にするなんて。ごめんなさい、いい息子とは言えなかったよな。けどもう二度と逃げたりしない。これからは立ち向かう。こんなことした奴を必ず見つけ出すから。顔も覚えてる。必ず見つける。でもまずはシャベルを探さなきゃ。埋葬しないと。母さんのそばで眠りたいって言ってただろ。ほら、シナノキの下で。今はそれくらいしかできないから。どうやって運べばいいんだ。手を貸してやろうか。あいつか。剣を持ってるだろう。誰だ、何なんだ。美食、俺たちを誰だと思う。修道士に見えるか。所持品をいただこうと思ってな。特にその立派な剣をよ、田舎者には宝の持ち腐れだ。そうはさせない。これは父さんの剣だ。その男か。そいつはもう剣を使うことはない。よく聞け小僧、その剣を渡すな。ここであったことは忘れて、渡さなきゃあの世で家族と再会することになるぜ。俺のことはほっといてくれないか。お遊びはおしまいよ。ここはどこだ。スカリッツか。ラッタイの叔父の製粉所よ。他に行く場所がなかったの。何がどうなったんだ。何も覚えてないの。あの盗賊どもがあなたを襲った後、私もあなたを見つけたの。奴らに殺されちゃったと思ったけど、まだ息があったわ。なんであんなところへ戻ったりしたの。正気じゃないわ。逃げ遅れた人は全員殺されたのよ。両親のためだ。埋葬したくて、しなきゃと思って。心配しないで、私がやっておいたわ。
ありがとう。信徒なら誰だってそうするわ。さあ眠って体力を回復しなくちゃね。しちゃやるじゃねえか。これで終わりだと思うな。俺の剣はどこだ。一体どこにあった。言え、この野郎。地獄で待ってるぜ。さあ答えろ。俺の剣は一体どこだ。そいつはもう死んでると思うぞ。お前一人で倒したのか。驚いたよ。よくやった。腕を上げたな。こいつがリーダーだろう。こいつがノイホフを襲いました。あなたのための剣もこいつに。だろうと思ったよ。でこいつはなんと。もしこいつを生け捕りにできてたらそれを知ることができた。まあ戦闘の成り行きだから仕方がないが。ところで下に箱いっぱいの銀貨があった。誰かの後ろ盾があったのだろう。シギスムントの野蛮人もいた。全ての解決はまだまだ先だな。黒幕はどこかの貴族に違いない。奴らは簡単には引き下がらないだろうな。ここの連中は単なる使い捨ての駒に過ぎない。そのようですな。いいかスーネ、我々は戦い続ける。恐怖が残っていたのさ。全部吐き出せ。今は忘れることだ。敬虔なキリスト教徒に恐怖は不要だ。お言葉ですが、私は忘れたくありません。この獣に報いを受けさせたと両親に伝えなければ。間違いない。しかしまずは休息だ。ラッタイの城で落ち合い、そこで次の手を考えよう。いずれにせよ、今日のお前はよくやった。この報いは必ず返す。次の計画に移るぞ。皆に伝えろ。かしこまりました。ちょっとどうした。ご指示の通りに戦術を習いに。どうした。何驚いてる。まあ彼が驚くのも無理はない。こんなところで会うなんてな。私も驚いた。いつからラジクの兵を使うようになったんだ。ラジク。そうとも。彼は奴のお気に入りだ。もしかしてこれを探してるのか。違うのかな。この野郎。うっ。起きたか。痛い思いをさせて悪いが、お前の安全のためだ。我々にとってもな。
お前は強運の持ち主だ。命を取られることはない。父上がたっぷり身の代金を払うはずだからな。父さんは死んだ。お前らは埋葬さえさせなかった。エリック、彼は知らないんだ。誰も話してない。部外者の私でさえ聞いている。あんまりだ、かわいそうに。確かにこんな状況で私の口から聞くのは気の毒だとも思うが、お前はそう贅沢を言える立場でもない。お前の父親、血のつながった父親は生きている、うん、お前が死体敬愛しているラジク・コビラだ。とはいえ、お前を気にかけているかは疑問だ。今のお前は家のない孤児なのに息子と認めない。母親も死んだんだよな、だろ。やっぱりな。だが真実を話さないってことは、もしかしてお前を恥じてるのか。となると身の代金は望めないかもな。まそうなったら考えるか。父親から金を引っ張れないならお前の価値は全くない。父さんは死んだ。そう感じるお前の気持ちはわかるさ。私が幼い時も似たようなものだった。まさかこんなことで共通点があるとはな。少々話しすぎたな。今度はお前が話す番だ。ここに何しに来た。父さんの剣を探しに来た。盗まれたんだ、そこのクソ野郎にな。私が見つけたんだ。父さんというのはどっちのことだ。ある意味両方のことだな。どっちのでも関係ない。それでお前を殺す。お前に私を殺せると思うのか。しかし考えてみればできなくはないかもな。実の父親がもし身の代金を払ってくれたら私を殺すチャンスをやろう。随分寛大だな。そうだろう。ラジク様がお前を葬るの俺が見届けてやる。それは無理なんじゃないか。ここを見て分かったろう。お前の父親の持てる兵力など私の足元にも及ばない。それに王が幽閉された今、援軍なんて望めないだろうしな。もしラジクがハヌシ教やディビシ教と組んでも私にはかなわない。この国で唯一私を倒せるのはシギスムント王のみだ。私の支援者だ。彼の勝利は私の勝利。今の私に手の届かないものはない。この手で全てを掴むつもりだ。新たな領主の誕生だ。お前なんかにこの地は治められない。スコル教やヒネク教の名前を聞いたことがあるかな。お前の王のためにオーストリアで戦い略奪した。今の私のようによく言うだろう、強い犬がメスをものにするって。戦争は綺麗事じゃ成り立たない。閣下、時間です。それじゃあ私にはもっと重要な仕事があるから失礼する。お前の面倒は有働が見てくれるからな。お互いラジクが身の代金を払うことを祈ろう。お達者で地獄に落ちろ。そいつに礼儀を教えてやれ。じゃあ行こうエリック、仕事がある。ヘンリーに関する情報は？まだ何も。慎重にしてくれてるといいが、あの肝っ玉だ、何かしでかしかねない。しかし肝が座ってるのは誰譲りなんだ。その辺にしてくれ。失礼します。この青年が。ヘンリー父上。はは
やはり大した肝っ玉だ。自分なりに使命を果たそうとしたようだな。それに個人的に話すこともありそうだ。ただことじゃなかったんだろう。何があった？実はブラーニクで捕まって計画を聞きました。奴らの企みは何だ？誰の画策だ？さあ教えてくれ。疑いの余地はありません。敵はスカリッツが略奪された日、あなたが迎えていたハンガリーの貴族です。イストバン・トート教のことか。トートとその手下です。すべてつながりました。奴らは偽造通貨を作り、それを使って至るところで兵隊を集めていました。すでにブラーニクに巨大な軍隊を持っています。だが奴の狙いは何だ？はっきりとわかりますが、好ましいものではありません。それはどういうことだ？奴と話をしました。なんだと？奴らのキャンプに侵入しようとしたところで捕まってしまい、そこで少し話を。その時に奴の計画の全貌を知りました。何？奴はもう秘密にしておく必要もないと考えていたんでしょう。驚くことではありません。なぜだ？そのクソったれの計画は何だ？奴はシギスムントに仕えています。そしてベンツェスラウス王の味方を、つまり俺たちを崩そうとしています。奴は巨大な戦力を集めています。正直奴らを倒せるかどうかわかりません。奴は俺たちに援軍がいないことを知っています。あのクソ野郎、生きたまま皮を剥いてやる。奴が集めた兵隊の数は100人以上はいるでしょう。キャンプの守りは固いのか？笹生の上の丘にある古い打ち捨てられた砦です。三方が木の柵で囲われて侵入できないようになっています。ちくしょう、私が奴の軍隊を潰してやる。友よ、言うのは簡単だが、イストバンは相当用心深いようだ。リビシと合わされば十分な兵隊を集められる。だが無駄にできる時間はない。そのちくしょうは戦争を望んでる。時間と場所は奴よりも我々が選んだ方がずっといい。間違いない。奴らの不意をつかねば、明日の夜に攻撃を仕掛けるのが一番いいだろう。その時間が最も早い。へへ、そう来なくてはな、ラジック。ヘンリー、身支度をしてタルムバークのディビシュ教のところへ向かってもらいたい。屈強な兵を集め、明日の夜にブラーニクに向かってくれと彼に伝えてほしい。彼とはそこで落ち合うことにしよう。はい、カッカ。私の持ち歩いている剣が飾りでないことを見せる時がついに来たか。これで終わりでしょうか？そうはいかんだろう。これから荒れ果てた城を片付けないとな。それと奴を追います。殺すべきでした。私と奥方が死ぬことになっても奴を殺すべきだったと。まさかそんな。しかし殺すチャンスはありました。名誉だ。名誉？貴族の名誉に信頼が置けなければあの人質交換は成り立たなかった。なのに息子は捨てたのですか？うん、分かってほしい。若い私は衝動的だった。庶民とは結婚もできない。お前の父、つまりマーティンは母子の世話を買って出てくれた。あの人はそれを？そうだ、実の父親を知っていたさ。我が子のように大切にしてくれた。私はどんな時も見守っていたよ。昔のあの人をよく知らないのです。聞いてないのか？血はつながっていないのにお前は彼にそっくりだ。お前ぐらいの年に商売に飽き飽きして世界を見に出た。大胆なこともしたし、戦争にも行った。戦争に？確かポーランドだった。でも戦争は嫌だったんだな。だから俺を家に置いた。プラハで過ごした後、クッテンバークに移ったが、うまく折り合えずにここにたどり着いたんだ。で、落ち着いた。あの人が好きでした。でも何かが噛み合わない気がしていました。
流れる血のせいだ。大切なものをなくしてしまいました。父の。ああ、剣か。私のではない。お前のものだ。一瞬取り戻せるかと思ったかな。慰めにならんか。手が届きそうだったのに。別のことが頭に浮かんで。まだイストバンと決着がついてないから取り返すチャンスは巡ってくる。こうか不こうか。俺は楽しみです。剣もそうですが、イストバンを捕まえないと。それに故郷に火を放ったドイツ野郎を見つけて必ず葬り去る。あの顔は忘れない。名前もマーク・バート・フォン・オーリッツ。それは高貴な志だ。だがこの世界には他にも生きる目的があるんじゃないのか。例えば。見渡してみろ。青い空に生い茂る緑の草、美しい娘に、うまいワイン、楽しい友に、お前の足となり走る頼れる馬。人生をかける価値がある。母親を殺したクズに復讐したい気は分からなくもない。だが激しい怒りに駆られるあまり、他のことを見失うな。頑張ってるようだな、父さん。違うだろう。血はつながってない。そんなの関係ない。会いたかった。すごく寂しくって。大丈夫だ。誇りに思う。何に？がっかりだろ。剣を奪われて、奴らを取り逃がした。そう自分を責めるな。俺たちが死んだのはお前のせいじゃない。生き残った者が志を受け継ぐ。剣なんて所詮ものだ。俺が戦うのを嫌がってただろう。お前は迫り来る悪に立ち向かっただけ。正しいことだ。そろそろ行かなくては。行かないで。ここにはいられない。また会えるの？どうかな。